はい、栄養推薦入試よくある質問9点目、栄養入試と、推薦入試の違いは何かと。はい、で栄養入試のことについては今まで、1番から8番にかけて、だいぶお話ししてきましたが、栄養入試というのは基本的には自分の将来の目標であったりとか未来の展望をメインにして、戦う入試ですね。はい、で基本的には評定平均、学業の成績とかはあまりこう見ること、見られることはない、もちろん参考にはされますが、はい、そういった入試です。栄養入試は未来で戦う入試。はい、で推薦入試はどういう入試かというと、逆に、自分の過去を重視して戦う入試。それはどういうことかと言いますと、高校生活、勉学、部活、その他諸々の課外活動、何を一生懸命やってきたか、そういったものをアピールして合格を勝ち取る入試ですね。ですから推薦入試には大体の大学において、評定平均の基準も決まっておりますので、この評定平均をクリアしないと受けることはできない、そういう入試になってますね。もう一度言いますと、栄養は未来、推薦は過去、そういうふうに覚えておいていただけたらと思います。以上です。